皆さんこんにちは、カナオです。私が住んでいる長屋敷では、カナエ姉さんがいつも面白いゲーム大会を企画するんだけど、この間はこんなドキドキのゲームがあってちょっと困っちゃったんです。皆さん、今日はお集まりいただいてありがとうございます。今日も楽しいゲーム大会で盛り上がりましょうね。はあ、毎度毎度カナエさんに呼び出されてゲーム大会に参加させられるけど、今度は何をやらされるんだ。富岡、お前、カナエさんに文句があるなら俺が許さねえからな。お二人ともこんなとこで喧嘩しないでください。今からカナエさんのルール説明がありますよ。喧嘩はしていない。品津川が勝手に怒っているだけだ。なんだと、富岡！サルミック、今からルールを説明するから聞いてね。はい。皆さん、今日は山手線ゲームをやります。山手線ゲーム？別名、古今東西ゲームとも言うわ。お題を一つ決めて、そのお題に沿った答えを順番に言っていくの。テンポよく言っていくから、答えに詰まったら負けよ。例えば、お題を動物に決めたら、順番にウサギとか猫とか動物の名前を言っていけばいいんですね。その通りよ、善一くん。そこで答えに詰まって言えなかったりとか、違うことを言っちゃったら負けよ。お題が動物なのに、魚の名前を言ったりしちゃダメってことですね。ええ、そういうことよ。それでは。なんだ、簡単じゃねえか。簡単だというからには、随分と自信があるんだな、品津川。いちいちうるせえよ、富岡！お二人とも、もうゲームが始まりましたから。え？富岡のせいで、お題を聞きそびれたじゃねえかよ。人参、玉ねぎ、じゃがいも。はい、次はサルミくんの番よ。え？この流れは、カレーに入れる具を言ってるのか。に、肉だ。豚肉、いや、牛肉の方がうまいよな。残念、サネミくん。今のお題は野菜の名前よ。牛肉は野菜じゃないからダメよ。ガーン。ちゃんと話を聞いてないからだぞ、品津川。富岡、貴様！それでは負けた人の罰ゲームは、目隠ししてごちゃごちゃよ。はぁ、風柱様、このメガネをかけてください。こうか。このメガネ、何も見えねえぞ。そうなのよ、これは全く見えないメガネなの。さ、これをセルミ君にかけてもらって、みんなでくすぐり放題よ。やめてくれ。見えないのに何かされるって、めちゃくちゃ不安になるじゃねえか。こちょ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 、失礼しますね、こちょこちょ。こちょこちょ。ふぅ。ひぃ、誰だ。最後に俺の首元に息を吹きかけたのは。品津川は首が弱いんだな。ふざけるな。そういえば風柱様はくすぐりには強いんでしたね。俺も息を吹きかければよかったな。調子に乗るな、かまど。すみません。じゃ、2回戦行くわよ。遅れてすみません。診察が長引いちゃって今終わりました。私も来たわよ。甘露寺がいるなら俺もいる。よかったわ。人数が多い方が賑やかで楽しいわね。それでは次のお題は呼吸の名前よ。ただし、自分の使っている呼吸は言っちゃダメという条件付きよ。それでは、富岡くんから右回りにお願いね。スタート。鼻の呼吸。水の呼吸。恋の呼吸。イグロさんたら、私の使う呼吸の名前を言ってくれて嬉しい。じゃあ、蛇の呼吸。じゃあ、虫の呼吸。音の呼吸。火の呼吸。カナエさんの鼻の呼吸を言いたかったのに、富岡が先に言いやがって。くそ、いや、山の呼吸。サネミくん、アウト。で、山の呼吸もあるだろうが。
残念ながらないですね。ありそうなんだけどね。そんな、ほら、姫島さんあたりが使ってそうだろう。いや、姫島さんは岩の呼吸だ。間違えた。そうだ、ほら、あのイノシシ頭のやつ、あいつが使ってそうじゃねえか。イノスケはケダモノの呼吸です、品津川さん。くそー、また俺がくすぐられるのか。はい、このメガネをかけて。じゃあさっきまでいなかった私たちがくすぐりましょう。ええ、しのぶちゃんとイクロさんと私で。品津川はくすぐるより息を吹きかけた方がいいぞ。なに、それはいいことを聞いた。早速やってみよう。余計なことを言うな、富岡。ふぅーふぅーふぅー、なんでお前までやるんだよ、富岡。逃げろ。あ、品津川さん、富岡さんを追いかけて行っちゃいましたね。まあいい、残った俺たちでやろう。何を笑っているんだ、善逸。男の参加者が減れば女の子をくすぐれる確率が高まるなと思って。何やってんだお前ら。って、宇髄さん、せっかく男が減ったのになんで来るんですか。こら、失礼だぞ善逸。こいつが失礼なのは今に始まったことじゃないからな。別に気にならねえ。いいもん、女の子が言い間違えそうなお題を考えるもん。そうだ、男の子が好きそうな遊びを言いましょう。古今東西、山手線ゲームスタート。順位つったら勝手に始めた。まあでもそれも面白そうだからいいわね。じゃあ、けん玉。めんこ。坂祭り。水鉄砲。鬼ごっこ。縄跳び。男女関係ない人気の遊びの名前になってきてるけど、忍者ごっこ。おままごと。はい、かなおさん、アウト。え、どうして。おままごとは女の子の遊びでしょ。そんなことないよ、男の子だっておままごとするよ。俺はおままごとはしないよ。そもそもお題が悪いな。遊びに性別は関係ない。そうだそうだ、善逸が悪い。今回のくすぐられ役は吾妻だな。なんで、ほら、動画の尺の事情としても俺がくすぐられるよりかなおちゃんがくすぐられる方がみんな見たいと思うよ。それには同感だな。超いいよ、私が負けなのを認めるから潔くくすぐられることにする。じゃあかなお、このメガネをかけてね。はい、姉さん。こちょこちょ、こちょこちょ、こちょこちょ。くすぐったよ、炭治郎。かなおちゃん、炭治郎にくすぐられて嬉しそうだな。じゃあ次は俺が。動画の尺がここまでだな。みんな、また会おう。チャンネル登録よろしくな。ちょっと宇髄さん、ひどいよ。それに最後のナレーションやるならもっとちゃんとやって。そんなわけで、改めて俺が最後のナレーションを担当するよ。俺たちの山手線ゲームと目隠ししてこちょこちょ罰ゲームは楽しんでもらえたかな。みんなはどんなゲームが好きかな。コメント欄で教えてね。また会おう。